で皆さんどうもこんにちは、マロです。ということで今回なんですけども、約6ヶ月ぶりの証拠紹介のをやっていきたいと思います。よいしょ。いつもこんな感じで拍手をしております、一人で。最近はさ、生配信、まあそうだけど、最近実写でさ撮るようになったから、なんか基本的になんか俺がどういう感じやってるのかっていうのが分かると思うけど、今までって顔とか映ってなかったけん、裏ではこういう風にやってました、一人で。今日は誰々さんに来てもらいました、よいしょーとかって一人でこうやってやってた。ってことでですね、サムネとタイトルを見てもらったら分かるんですけども、まあ速報紹介の方をしていくと。けどですね、ちょっとここでね、ちょっとあの皆さんに、秘宝なのか朗報なのかは分かりませんが、ちょっとしたね、あのご報告がありまして、この度マロなんとですね、課金額1440万個しました、よいしょ。俺さっきさ、いやこれ生放送してる時ちょっと確認してびっくりしたんだけど、これさ、じゃあ これ何がやばいってさ、いやまあまあやばいじゃん、やばいじゃん、普通に考えて1440万だよ、荒野行動の課金に。まあまあ、7年間か、まあ、やり続けてる、まあ、公認受給者として活動し続けてるとはいえ、1440万。やばいじゃないですか。もう家建つよ。本当に。まあ、家は、まあ、家は本当になんかめっちゃど田舎行ったら、まあ、建つかなぐらいなんですけど、まあ、それぐらいのね、まあ、規模化になってきたと。で、何が恐ろしいか。これね、なんとね、ね、俺ね、これね、半年前に、倉庫紹介出したんですけど、まあ、これ、この出した時が半年前なんですよ、6ヶ月前で。6ヶ月前のタイトルとサムネを確認すると、総課金額1200万円超えの約6年間公演支え芸的だって書いてあるんだよね。1200万なんですよ、6ヶ月、半年でなんと240万ぐらい増えてます。やばくない？でもさ、普通に考えてたけどさ、俺でもそんな課金してない気がすんだよな。いや、してるんだけど、だって半年、だって6割る、だって240万でしょ ?6 割る240は多分4、だって月40万課金してってことだよ。単純におかしくない？まあ、チリツモよ。まあ、チリツモね。まあ、これがチリツモです、皆さん。はい。あの、課金も、あの、努力とかも全部同じです。あの、全部チリツモなんで。課金もね、あの、毎月ね、2万だけでいいやってやってる、この1年間。数えてください。こう20万とかに増えてってるんで。40万おちりとは。いや、間違いない。40万はちりじゃないんよ。もう、もう大量なの。ちりとかじゃないの。40万のちり積もってどこの石油王な、マジで。ってことでね、まあ早速、まあ1400万になったら、まあどんな走行しているのか。まあ正直な話、もうね、毎回そのリスナーさんのコメントとかも見てますけども、まあね、やっぱ変わってこないんですよ、基本的には。まあでも最近のやつがまあ増えたぐらい。俺ね、一つね、原因があると思ってて、なんでここまで課金の金額が増えてるかっていう理由は、マジでね、最近ね、本当に電動が多い。マジで本当に電動が多すぎるってことでね、まあちょっと紹介していきますか。まあ一旦、まあみんながやっぱ一番気になる電動からいきますか。はい、まあでもね、ほぼね、電動取ってます。はい、私ほぼ電動取ってます。もうさすがに1400万も課金してて、取れてないスキンはほぼないです。まあバトパスのやつとか結構スルーしてるんだけど、コラボ系は基本全部回してる。はい、ということでね、まあ紹介していきたいんですけども、まずは一番最近、まあ、にゃんちゃんですね。にゃん島のこのね、まあよくわかん、まあ可愛いんですけど、まあこいつもいくらぐらいやった？ 5 万6万かかってんじゃない？そんなかかってなかったかな。いや5万はかかってるはず。電動の中でもかなりまあ渋めな金額ではあるんだけど、いやでもこれ普通の人からしたら多分とんでもない電動の数かもしんないね。配信者は多分ほぼみんな電動は多分取ってると思うんだけど、普通に考えたらこれえぐいよね。だってさ、電動のスキンって一つ大体マジで8万とか、まあ8万ぐらいじゃないですか、一つ大体。って考えたら、まあ、まあ、一旦ね、全部度外視して、全部一回8万計算すると、電動だけで、1、2、3、4、21。21×8 は、電動だけで160万。まあ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 、電動なんでね。なんか足りてない？なんか足りてないかな？プロフィールからギャラリーか、これか。多分これだ。あ、やばいわ、31個あるわ。
え、なんかかっこよ。あ、でも、あ、意外と撮ってないのあるかも。あ、意外と撮ってないのあるんだけど、あれだ、わかった。全部どの電動出ても1個は撮ってるって感じやね。うわ、俺ね、ここの窪式とか欲しかったんだよな。いや、これもう一回出てくんないから、ここらへん。こっちの方がなんか見やすいか。見てください、僕のちょっと乗り物から皆さんに紹介していきたいと思います。え、乗り物は電動はですね、2、4、6、8、まあでも8個かな。で、結局今一番強いのがまあ五条電動じゃん。まあ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 、これはこうと して、で、あとは金枠のセダンが、え、待って、俺衝撃の事実なんだけどさ、1400万課金してんのにさ、金枠のセダン476個中の173やで。あー、でも豪華限定版とかが取れてなくてっていうのはあるかもしんないね、多少は。みんな一つだけ気づいてほしい。でもさ、こんだけスキンはあってもさ、セダンのスキン使えるの1個だけだぜ。いや本当にって考えるとさ、こんなに車あってもさ全部使われないって考えるとさ、なんかちょっと虚しくなってくるよね。あ、未所持とかでも見れるわ。車はだから電動は4個取れてない。まあここら辺はさ、まあ本当は欲しかったけど、まあなんかほぼ変わんないっていうか、キー、車のキーランクだけしか変わんなかったからいいかなと思ったけど。てかさ、俺思うんだけどさ、豪華限定版もっとさ強くしてもいいと思うんやけどな。本来やったらさ、この豪華限定版を上げるべきやん、どう考えても。だってさ、豪華限定版ってどういう風にもらえんのって言われたらさ、あの月の課金金額が多かった順にもらえてくんですよ。で、合計100名までなんですよね、基本的に。で、1000名、101位から1000までは多分体験版の7日間がもらえるんだけど、100位以内に入ると多分それ永久版がもらえるんだよね、豪華限定の。その月で課金した額の。本当はもっとこれがキーランク高かったりとか強かったりしていいんだけど、まあもう電動に負けるっていうね。で、これ見て、みんな懐かしくない？緑枕、これ懐かしくない？これ今となっては全然乗ることはなくなってしまったけど。あ、ラベラ今給電と変わんないんだ、性能。え、ちょっと待って、みんな忘れてない？多分みんな忘れてると思うから俺ちょっと出すね。いや、いるんだよ、もう一人。本当に強い、もう一人最強の車が、俺の昔から使ってる愛車、運命の K1。 ちょっとどれぐらいの性能の差か。待って、思ったよりワンチャンあるぞ。運命の K1 意外とワンチャンあるくない？思ったより強くない？なんか大幅強化食らってない？これ完全にいい意味で、いいアップで入ってるやん。まあでもこんな感じですね。まあ馬も結構多いかも。バイクでしょ、セダンでしょ、あーでもまあ偵察機とかね、この辺もね結構レアだからね。中で言うと思い入れのある車あるかな、この中だったら。でも個人的にはこの暗殺教室のこの車めっちゃ強かった。この車はね、この車はガチで強いよ。この車は横多分これワンパーこれ伏せることできるからね。4人多分伏せて、これしかもなんか大量子代わりだよこれ。でね、まあバットマンバイクもまあやっぱ最強ではある。まあハンドリングさえ良くなれば感はあるけどね。あー、で村幕ね、これも強いんじゃない？結局なんか強そう。え、すごい、みんなこれ知ってた？青枠1台しかないよ。これ激レアじゃない？え、これ持ってる人いんの？これいないんじゃない？この青枠の1個しかない限定スキン。いや、青枠最強説ある。よし、ってことで、あ、 EV ジープはそっか1個しかないのか。まあバイクはこんな感じだね。まあジープも、まあ、最近強化入ったから、マジ何が一番強いんだ？こいつか？なんかこいつな気はするけど、ジープ何が強いんだろうね。カートもね結構微妙いんだよね、結局。てか乗り物多すぎない？アイテムは、あ、かわいい、見て、結構持ってるわ。まあでもアイテムやっぱコラボ系が多いんだね、基本的に。飛行服とか、でもかわいいの多いな、飛行グッズ。やっぱいつ見ても、あ、出た、懐かしの。これ覚えてる？みんな
これとかなんてさ、一番最初に出た時もう大問題されてたやつだよ。これを使うだけでマジで多分一番最速で降りることができるみたいな、ガチで早かったやつね。これ大問題になってたもん。みんなこのパラシュート使ってた。なんか 950m 降りが流行ってた時代のやつよね。仲間だね、仲間が。うわ懐かしい、仲間ね。この乃木坂コラボのやつとか懐かしいわ。これ乃木坂コラボ、ボイスって意外とめちゃくちゃあるんだな、そうやって考えると。まあ、物資箱もありつつ、あ、リュックも、え、ニキシアとかあんの、可愛すぎん。普通にニキシア背負いたいんだけど。めっちゃ可愛いじゃん。え、可愛くないこのシャボン玉。こんな可愛いスキンあったんだ。まあでも本当に、え、何緑枠なんてあるんだけど。緑枠何、緑枠って何これ。え、こんなんあったんや、緑枠。緑枠やばくない？珍しい。奇世界のテーマもねたくさんありますわ。夏いな。昔よくこのなんかこれ使ってたかも。これ多かったな。これとかどれ使ってた。まあでも普通のガレージ、まあ結局これが一番なんか車とか置けて映えるもんね。いやーいいっすね。まあちょっと服見る、せっかくだったら。普通の服はね、まあ電動が4つあって、まあさ最近の思い入れのある人だったらこれやね、このエグゼイト。こいつはちょっと思い入れがある。でまあデスノートとかもあって8号あり、呪術廻戦もほぼ持ってて、まあでもほぼマジで持ってんじゃないか、衣装スキンも多分ほぼ取れてる気がする。うわーこれ可愛いんだよな、ここら辺可愛い。いやーここら辺にしようかな、もう一回。こんななんか可愛い BGM なってたんや。初知りなんだけど。で2時3時も結構ね2回来てるから多分ほぼちゃんと撮ってんじゃないかな、これ全部。これ可愛いんだよね、可愛い。あー懐かしい、ありました。一時期すっごい人気。これ大胆やなーって話してたよね。ここまで際どいのだって初めてじゃないみたいな。で最近だったらでも結構ミサミサも結構えげつながったよね。これあれミサミサどこだったっけ。あこれね、ミサミサもねこれね伏せた時えぐいっていう。あと何があるかなあ。俺ねこれも結構好きだったんだよね、通り部の。これ可愛くないみんな。俺これめっちゃ好きなんだよね、顔のクオリティが高いわ。もうお顔が出来上がってる完全に。母で懐かしい。これもたまによく使ってた。これかわいいよね、このパンダ出撃初号機。パンダの初号機もこれ懐かしい。あワンピースもね。え、でもさワンピースぐらいからじゃなかった、なんかクオリティがマジで全体的に上がったの。でもさ、だからこの1個前のこれ見て、こうメリオダスいやちょ、これ大問題だったよねこれ。本当にこれ大問題すぎなかった、このメリオダス。本当になんかその顔も違う、体格も違う、何が合ってんだみたいな。なんかこのエリザベスだけ評価されてたガチで。でもこれが多分2回目なんだよねコラボが。でここでほら変わったんだよね。あでもあでも身長高いねやっぱりちゃんと。あけどなんか低い感じにはなってる、ちゃんとしっかり。ここら辺もね人気なんだよね、天下無双アーニー、これも人気なんだよね。あと何があったっけ。まあマントとか見る。俺さコアラマント欲しいんだけど、コアラマントだけないんだよな。なんかコアラっぽいやつはあるんだけどさ、ここら辺って何これ飾り。ええ、こんな可愛いの今あるの、昼猫。ああれか、最近のやつかこれ。こいつ何これ、かわいい。このあー角が顔面に刺さっちゃってる。もうさ刺さりまくってる。まああとは武器スキンとかかな。まあ武器スキンを紹介するんだったら、なんだろう、まあ全部いくか。これ見ますか。うわーえぐいわ、めっちゃあるね武器の電動だけで。こんなにあるよ、
いやまあでもまあ武器はほぼ電動使ってるかな基本的に。やっぱなんか電動スキンの方がかっこいいし強い大体。あーでも武器スキンはほぼ持ってると思ったけど、いやでもこれでも電動俺半分しか持ってないんだ。まあまあでもまあ武器スキンは金枠は半分以上は持ってる。これね、これすごくいい、すごい好きかも。俺が好きなやつで言うと M4 だったらこの前期待機でしょ。でクロノエージェントも好きでしょ。あとこれだね、影の代理人はめっちゃかっこいいかも。まあでも M4 はそんくらいかな。で AK はもう最近出たもうこの AK ライダーが多分マジで一番強い、普通に一番かっこいいし一番強い。まあクゴ式はこれじゃない、人気なの忍び待ちっていう、これが一番人気じゃない。なんかすごいなんか昔から人気な気がする。パンダクゴもなんか結構人気だよね、パンダクゴも。まああとどこだろう、まあ SK もまあ1個だけある。まあ MP5 はまあなんかフェイタンさんのイメージしかない。あとなんだろう、まあウージーもありつつ M24、 あ M24 結構あるな意外と。まあエダブはまあトライアンフが一番かっこいいんじゃない、やっぱ電動の中だったら。カーはね、この2周年のカーが俺は一番好き個人的に。大問題なのは M27 っすね。これ皆さん覚えてますでしょうか、こちらこいつ覚えてるかみんな、この M27 天下無双豪華限定版、これレベル3、これ覚えてます皆さん。あの僕今まで電動とかその他のスキンって大体どれだけ高くても大体8万とかなんですよ。けどねこのね天下無双なんとね42万ぐらいかかりました。いや多分俺覚えてる、多分42万とかだった気がする。でこれがなんでこれ42万かかったかっていうのは、まあ動画をね出してるんで見てもらったら分かると思うんですけどね。まあレーザーが出る出ない問題があって追い求めた結果本当に何もなかったよね。まあ AUG、 あ AUG も結構多いね。あ AUG も電動あったんだ。でも AUG の電動はいいかっつって取ってないんだきっと。いや葉っぱも金枠あるけど俺取れてないわ。拳銃の金枠はないね。拳銃の金枠欲しいね、なんか出たら結構人気出そう。あと何が見たい、逆になんかあるかな。ドローン、あとドローンないわ俺なんもスキン。まあデュアルはやっぱ人気やからすごいね、後から出た武器なのに金枠が9個もあるっていう。 PP これ早く出てほしいね、これ PP2000 の銃。まあそんなもんか、ほぼ俺今見せてよね、そんなもんだね。全部さほぼ紹介したけどさ、まあこれが俺の1440万円の集大成です。はい、まあもう次はねさすがにもう本当にこれで最後の倉庫紹介になると思います。もう絶対課金はしません。なので本当に多分この倉庫紹介が最後になると思うんで、また次回ももしねこの動画がね高評価が多かったりコメントが多かったりしたらね出そうと思ってるので、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。